こんにちは、Gです。今回のテーマは、見た目と使い勝手を快適にです。小技ばかりですが、ルック&フィールがぐっと変わります。SD をイメージファイルに書き出してくれるツール、Apple Pie Baker のご紹介です。今時点の OS のバックアップやリストアが可能になります。Mac 用ソフトですが、ご覧の URL からダウンロードできます。複数のバージョンが公開されています。まずはダウンロードして起動してみましょう。私は MacOS カタリナを利用しているので、最新版 2.2.3 64bit 版をダウンロードしました。画面右側にライティングソフトの比較を用意しました。準備作業と合わせてご覧ください。セレクトディスクをクリックして、イメージを作成する SD を指定します。バックアップをクリックして、ファイル名や保存先を指定。32GB SD では、10分ほどでイメージファイルが作成されます。ラズベリーパイ OS や Ubuntu などの OS イメージを SD に書き込むツールは、ラズベリーパイイメージャーやエッチャーなどが知られています。逆に SD をイメージファイルに書き出すのが Apple Pie Baker。作成されたイメージファイルを指定してリストア、つまり別の SD や USB メモリに焼くこともできます。作成されたイメージファイルでリストアを試してみました。画面では時間がかかるのでキャンセルしてますけど。Apple Pie Baker で作成したイメージファイルが他のツールでも利用できるか確認してみました。エッチャーで SD に書き出すことができました。もちろん作成された SD が起動できることも確認しています。同様のテストをラズベリーパイイメージャーでも行って書き込みができること、起動ができることを確認しています。Apple Pie Baker は基本的に DD コピーで動作しているようで、速くはありませんが、互換性のあるイメージファイルを作成できるという有用なツールです。ただリストアは遅いので、エッチャーでの書き込みがおすすめです。これ、毎回面倒ですよね。シングルユーザーで使ってんのに、オートログインに変えましょう。コントロールセンターでログイン画面をクリック。ユーザーズタブの下にオートログインと書かれてますよね。ここにユーザー名をタイプして、待ち時間は0をタイプ。これで次の起動からパスワード入力なしにログインできます。元に戻すにはユーザー名を消してください。ずっと気になってんのがブランクです。かっこ悪くないですか？使い勝手も。ドック内でブランクを右クリックして設定を選択します。アイコンサイズを大きくして、ズームも150ぐらい大きくします。設定通り動かないですね。ズーム効かないし、トランスペアレンシーじゃないし、不愛想だし、小さなことなんですが、これ直しましょう。コントロールセンターで、待てトゥイークを選択。ウィンドウパネルを選んで、一番下のウィンドウマネージャーをクリックして、マルココンポジット無効をマルココンポジット有効に変更します。これだけじゃダメで、コントロールセンターのウィンドウを開いて、
ソフトウェアコンポジットウィンドウマネージャーを有効にするをチェックします。ほら、ブランクかっこよくなったでしょう。機能は変わりませんが、見た目も大事。ところでラズパイには冷却ファンが必須ですが、どうも温度が気になるという心配性の方、温度計を設置しましょう。メニューバーを右クリックして、Add to パネルを選択。店舗で検索すると、機器センサーのモニターが見つかります。追加ボタンでメニューバーに CPU 温度計が表示されます。温度計を右クリックして設定を選びます。更新時間を10秒程度に伸ばしてください。ウィンドウを閉じてもう一度右クリック。移動を選んでマウスで好きな位置に移動します。ラズパイは公式には70度まで使えます。実際は80度ぐらいまで大丈夫。常用しててもヒートシンクとファンさえあれば60度を超えることはまずありません。ネット情報などで大型ファンが紹介されるのを目にすることがありますが、私には意味不明です。次はデスクトップのテーマを変えます。どうでもいいですが、テーマってドイツ語なんですよ。英語だとシーマに近い発音じゃないと伝わんない。さて、コントロールセンターで外観を選択。テーマタブではアンビエントまでが選ばれています。テーマはたくさんあって、好きなものを選ぶか、ネットから追加テーマをダウンロードすることもできます。凝り出すとキリがないので、目に優しいダークテーマに変えましょう。優しい気がするだけかもしれませんが、白い背景は私には眩しくて。すぐ隣のアンビエントマテダークを選択。選んだテーマにカスタマイズができます。背景タブではデスクトップの壁紙を変更できます。こんな感じ。フォントタブでは項目別にフォントやサイズが指定できます。1ポイントだけ大きくして見やすくします。ただしこれは私の個人的事情であって、変更が必要かどうかは皆さんここにご判断ください。テーマタブに戻ってカスタマイズを続けます。カスタマイズボタンをクリック。ポインタータブを選びます。ポインターの色と大きさが変更できます。Mac 使いなので、私は黒ポインターを。サイズ変更はスライダーがありますが、リニアには変更できません。何段階かに変えられるようですので、少しだけ大きくします。以上でテーマの設定は終わりです。ウィンドウを閉じます。ウィンドウのタイトルバーのボタンが左側にあるのは、ダメという人はコントロールセンターのウィンドウを開いて位置を右にします。デスクトップで新規フォルダを作ります。フォルダを開いてさらに新規フォルダを作ります。文字が見えないじゃん。新しいテーマの影響ですね。これを直しましょう。編集メニューから背景とエンブレムを選択。カラーズを選んで好きな色をウィンドウにドラッグします。
これでいいかな。この変更はすべてのウィンドウに適用されます。ついでにエンブレムについてもお話しすると、エンブレムウィンドウ内のアイコンを書類やフォルダなどにドラッグすると、エンブレムアイコンが一緒に表示されるようになります。エンブレムは何個でも追加できます。うへーとなったら、エンブレムウィンドウの下端にある削除アイコンをドラッグします。あまり使うことはないですが、ないとちょっと寂しいかな。今度はブラウザーです。同じように目に優しいダークテーマに設定します。Firefox を起動します。3本線アイコンをクリックして、アドオンを選びます。検索フィールドに、ダークリーダーとタイプします。ちょっとアイコンが不気味ですが、ダークリーダーをインストールします。機能を比較するのに Yahoo Japan を表示します。こんな感じですかね。少し表示が遅くなりますが、どのサイトも目に優しくなります。ただ例外もあります。YouTube です。表示してみましょう。ほら、遅くなるからやめろって怒られました。この場合は、ダークリーダーを開いて、左上の URL 部分をクリックして、このサイトではダークリーダーを無効にします。その代わりに YouTube ではドットアイコンをクリックしてダークテーマをオンにします。これで違和感なく利用できますね。最後までご覧いただきありがとうございました。ゲルクッションというのが流行ってるそうです。PC 用チェアで使ってみると腰がすっごい楽。勢いで4枚も買っちゃった。どこで使おうか。こんなの来ました。やっぱりトランプでしょう。バイデンじゃないよね。ではまた次回。